ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。都内では、高輪ゲートウェイ駅が開業したようです。電車に乗っていたら、操縦者を見つけたので、撮影してきました。中央線12両下工事をしています。ホームを伸ばすため、分岐器を移動させているようです。そのための工事車両です。マルチタスカーは、多目的クレーン車です。分岐器の構築、軌道及び橋の構築、事故の復旧に利用できます。クレーンの後ろ側も、伸びます。伸縮式カウンターウェイトです。73.5 トンまで持ち上げられます。ちょうど、中央線が来ました。まだ、重量です。操縦者は、クレーンが強そうですよ。色が、はやぶさの緑色ですね。コンクリート枕木のレールが、20も用意されていました。どこで組み立てたんでしょうか？豊田車両センターかな？反対側からも、中央線が来ました。同じ形の電車しか来ないんですね。JR 豊田駅側に戻ってみましょう。砂利が新しくなっている箇所がありますね。D353のあずさが来ました。外観デザインは伝統の継承、未来への躍動をコンセプトにしています。前面はストリームブラック。南アルプスの雪をイメージしたアルパインホワイト。あずさ伝統のあずさバイオレット。側窓周りは松本城の青みがかった漆黒をイメージしたキャッスルグレー。かっこいい色です。奥の方に、マルチタスカー 810M が止まっています。右側から左側に、分岐するようになっていますね。D233が来ました。従来通りですが、豊田駅始発の中央線が発車して、この分岐器で本線に渡っていきました。この分岐器はこのまま使い続けるのかな？ケーブル類が、地上に見えてます。次は、こちらの分岐が取り払われるのでしょうか？砂利を袋に詰めておいて、すぐに取り除けるようにしてるのかな？ここの分岐は、もうできなくなりました。電車が止まっている時間内に、工事を終わらせないと、電車が走れなくなるので、袋に詰めて、工期短縮な気がします。本当かどうかは、わかりませんが。横取り装置です。線路より少し高くなっています。場所を移動しました。先ほどの分岐器が、こちらの分岐器に移動になるのかな？大王製ですね。すっごい、ピカピカです。古いレールの上に新しいレールが置いてあります。ここから、折り返し列車が、分岐器を渡っていくのでしょうか。ここに見えてる分岐器が、右側の本線に設置されるのかな？12両下のホームが、できるのを楽しみにしてます。中央線の偽物は、209系線バンダイの中央線です。
すごい天気いいなぁ。グリーン車が走るようになって、12両化されるのか、楽しみですね。ご視聴ありがとうございました。